朝鮮で活躍した牧師、小田達寺小田達寺は朝鮮伝道で活躍した日本の牧師である。あとに太英福と改名した。1908年大阪に土建業を営む家に生まれ、兵庫県の芦屋で育つ。生後1歳で母親を亡くし、11歳の時父。 1925年、旧正中学を卒業したとき、17歳で寺を飛び出し、神戸を放浪する。路傍伝道をしていた日本伝道隊の一団に出会い、堀内文一牧師の教会に寄宮することになる。堀内牧師から洗礼を受け、牧師になることを勧められ、1926年に聖書学者に入学する。 1928年に兵役検査を受け、講師合格であったが、くじ引きで兵士補充兵になった。周囲の反対を振り切り、朝鮮に伝道をするために単身で朝鮮に行った。朝鮮の木裏に到着し、甲州市の日本キリスト教会の田中義和牧師の元で世話になる。そこで田中にどうして伝道しないのかと言うと、田中に日本人は、 強盗で、朝鮮人は、被害者なのだ君は、強盗の一人であり、そうした、君が、朝鮮人に罪を悔い改めよと言えるかと悟され、朝鮮人になりきる道を選んだ。甲州市を出て、京城に、徒歩で行った。京城で朝鮮語を学んでから、城津まで行った。そこで、朝鮮語で説教をしたが、スパイと疑われて追放された。その後、 炭鉱夫として働きながら伝道した。1931年に、茂山で警察に逮捕され拷問を受ける。殴られ続けたという。釈放された後、朝鮮北部の国境地帯を巡回伝道した。1932年に、日本ホーリネス協会と関係のある、朝鮮清潔協会に加入した。そして、 慶状の東洋線協会正書学院に入学した。1934年に卒業し、自らが開拓した天然堂協会で正式な牧師になった。1935年に日本に帰国して日本ホーリネス協会の年会に出席した。年会で朝鮮伝道をしているただ一人の人物として中田茂治監督より紹介された。 また、暗種令を受け、当時新学生だった、米倉茂子と結婚する。夫婦になり、朝鮮に戻る。1937年12月、平壌の朝鮮人牧師の依頼で、神社参拝についての講演を行った。この講演で、神社参拝を批判したことで、日本人警官に逮捕される。 その時はすぐに釈放されるが、1938年1月、再逮捕され、水原の警察に移送され、拷問を受ける。その後刑場に誤送され、取り調べを受けるが、不起訴処分で釈放される。その後、警察の妨害により朝鮮伝道は不可能になる。1939年帰国して、日本神学校に入学した。 1941年に日本神学校を卒業して三河島教会で牧師をになる。1944年に三河島教会で朝鮮連動15周年記念会が開かれる。1945年の終戦後に在日朝鮮人教会の要請で福岡教会の牧師になり、朝鮮への引き上げ者の援護活動を行う。この頃、太英福と 朝鮮名に改名している。1949年在日大韓キリスト教会の教会で巻きをする。1970年に同教会を辞任し名誉牧師になった。1980年に心不全で死去する。ありがとうございます。